皆さんこんにちは。今回は清原翔吾選手の今後の進路について紹介していきます。11月12日に早稲田大学の優勝で幕を閉じた東京六大学野球の秋季リーグ戦、ただ優勝目前の11月9日と10日に開催された慶応戦の2連戦ではどちらも勝利を逃し、優勝に待ったをかけられる場面もありました。そしてその待ったをかけた人物が慶応の4番清原翔吾選手。プロ通算525本塁打を誇る清原和博さんの長男は PL 学園の4番バッターとして父が甲子園で暴れたように神宮のグラウンドで大気の片鱗を見せつけました。9日の初戦では6回、甘く入ってきた初球の直球を振り抜いてソロホームラン。ホームを踏むとスタンドで観戦していた父親に向かって指を指し、試合後完璧な当たりだったと振り返り、指差しは見たかという思いと、ここまで育ててくれてありがとうという気持ちを込めましたと説明しました。この日は他の3打席もヒットを放ち、4打数4安打1ホームランと大活躍。翌日の第2戦でも4回に内野安打を放ち、チャンスを広げて同点打を呼び込みました。最終打席は空振りの三振で、僕らしくていいんじゃないかなと振り返りました。試合後は感極まったのか号泣し、観客席に向かってありがとうと叫びました。一方注目されている進路に関しては何も決めきれていない、どの選択肢もあり得るというか、総大戦で2連勝することだけを考えて過ごしてきたので、明日以降ちゃんと自分と見つめ合って考えたいと答えるにとどめました。また担当記者のコメントには、ドラフト会議で NPB のチームからは指名されなかったが、独立リーグなど19団近くが熱烈なラブコールを送っていると見られる、さらに海外留学説も出ているほか、もし大学を留年して就職活動を行えば超一流企業からの内定は間違いないと言われていると評価されています。また清原翔吾選手の持つスター性について、慶応大学の野球部は卒業生の進路を公式サイトで公表しています。それによると今年度の部員の就職先はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー、三菱 UFJ 銀行、アマゾンジャパン、テレビ朝日、サントリーホールディングスと一流企業が目白押しです。また省庁は経済産業省が一人と、まさにエリート集団と言えるでしょう。その一方で清原選手と同じようにプロ志望届を提出し、やはりドラフト会議で指名のなかった外野手の水鳥春樹選手は明治安田生命で野球を続けることが発表されました。他にも数人が大学を卒業してからも野球を継続すると表明していますと評価する声も上がっています。その他に野球評論家の広沢克美さんは11月9日に行われた早慶戦初戦の中継に解説者として出演した時、実況席から見た清原選手のホームランには度肝を抜かれたと語りました。球場の盛り上がりが本当にすごかったですね。清原選手の持つスター性を改めて認識しました。率直に言って独立リーグが清原選手に熱烈なラブコールを送っているのは、彼の素質だけでなく工業的な側面も大きいと思います。あれだけ神宮を沸かせる男ですから、入団すれば観客が球場に詰めかけるのは間違いないでしょう。プロとアマの垣根を越えた野球界全体にとっても、清原選手の独立リーグ参加は大きなプラスになると思いますと高い評価を送っています。またデイリー新潮は10月1日、ドラフト候補慶大清原翔吾の守備はプロでも全く問題ない、通算306本塁打のレジェンド打者が太鼓判では長打力開花の条件はとの記事を配信した際に、ドラフト直前のタイミングでプロ球団は清原選手をどう評価するかと広沢克美さんに質問しました。清原翔吾という野球選手を現時点の評価だけで見れば、率直なところプロ入りは非常に厳しいと言わざるを得ません。ドラフト会議で球団から全く指名されなくても不思議ではないでしょう。とはいえ清原選手は特殊な経歴の持ち主です。具体的には中学と高校の時に野球から離れました。これをどう考えるかによって清原選手の評価は全く違ってくると思いますとコメントしていました。多くの話題がある清原翔吾選手ですが、さらに清原翔吾選手に詳しくなるために改めて経歴を振り返っていきましょう。清原翔吾選手は慶応義塾幼稚舎に入学し、小学生の6年間は野球に打ち込みました。名門チームのオールアザブで長距離バッターとして頭角を現しましたが、この時は軟式であり公式を経験しませんでした。そして中学生になると
清原翔吾選手は野球から離れます。慶応普通部ではバレー部、慶応義塾校ではアメリカンフットボール部に所属し、後に応じた複数のインタビュー取材で野球を続けなかった理由として、小学6年生で両親が離婚や清原の息子という重圧を挙げていました。当時を知る記者によると、清原選手はアメフトと野球をやっていたわけではありません。中学と高校の6年間全く野球をやっていないのです。そんな大学生が野球部に入り、3年生でレギュラーの座を勝ち取るなど、長い東京六大学野球の歴史でも皆無でしょう。失礼かもしれませんが、東大野球部ならあり得るかもしれません。しかし他の5大学では無理なはずなのです。まして清原選手は4番を任され、ベストナインにも選ばれました。よく大谷選手の二刀流を不可能を可能にしたと言いますが、実は清原選手も同じくらいの奇跡を起こしたのですとコメントしています。今の清原選手だけを判断すれば、ドラフト指名は育成枠でも厳しいでしょう。しかし大学4年間で見せた驚異的な成長と、今後も伸びしろが期待できるとなると話は変わっていきます。まだまだ成長が期待できる清原翔吾選手を2軍や3軍でゆっくりじっくり育てれば、打率の高い中距離ヒッターとして1軍で活躍する可能性は十分にあります。しかし広沢克己さんの分析のうち、ドラフト指名は育成枠でも厳しいだけが的中し、伸びしろに夢をかけるプロ球団は現れませんでした。改めて広沢克己さんに清原翔吾選手の評価を伺ったところ、根本的には全く同じと語りました。もし独立リーグに進んだ場合、僕は清原選手がチームで懸命に2年間努力すれば、育成枠も含めてドラフトで指名する球団が現れると信じています。彼にはそれだけの素質があります。一部では外国人選手と競合することも多い一塁手は不利との指摘も散見されますが、今はメジャーリーグも選手不足ですし、年俸や為替レートなども影響して大物の外国人選手を獲得しづらい状況です。清原選手の長打力が真に開花すれば、ライバルを駆逐し自分自身の力でレギュラーを勝ち取れるはずです。ポジションは一塁のままで大丈夫だと思いますとコメントしています。ところがこれまでにも広沢克己さんは多くのアマチュア選手から、歯を食いしばって野球を続けるべきか、潔く一般企業に就職するべきかと相談を受けた経験があると言います。そして東京六大学の野球部員の場合は他の選手と回答が異なるようです。厳しいコメントを残す広沢克己さんですが、清原翔吾選手には慶応大学の野球部員として大きな2つの勲章があるとも評価しています。1つ目の勲章は、私がドラフト会議前に指摘した驚異的な成長です。2つ目の勲章は、中学と高校で野球をプレーしなかったにもかかわらず大学の野球部に飛び込んだこと自体です。何も知らない素人部員と扱われ、玉拾いなどのありとあらゆる雑用をこなすのは本当に大変だったろうし、辛いこともあったはずです。実は現在少なからぬ大学野球部が、中学と高校で野球部に所属したが注目されず、一般入試で入学した大学生の入部を断っているんです。事前にスカウトで獲得した選手は性格も人柄も把握しているので管理しやすいが、素性をよく知らない学生の入部を許して不祥事でも起こされたら困るというのが本音ですとコメントを残し、また広沢克己さんは、当たり前ですが自分の通う大学の野球部に入部しようとして断られるというのは完全に間違っていますと言います。日本学生野球憲章に抵触しても不思議ではないと危惧しています。ところが清原選手は中学と高校で野球をプレーしていなかったにもかかわらず野球部の入部を認められ、さらに立派な成績を残した。これは入部の門戸を狭めている大学野球部に再考を促す良い前例になるはずですし、そうなってほしいと願っています。清原選手は慶応大学野球部の4年間でこれだけのことを成し遂げました。たとえ野球を継続しないという道を選択したとしても、十分に胸を張れる実績であるのは言うまでもありません。たびたび話題に上がる東京六大学とは50音順で紹介すると、慶応、東大、法政、明治、立教、早稲田という6校のことです。また東京六大学は官界や実業界などに優秀な人材を輩出するという社会的役割が期待されています。それだけの教育を受けたことを考えると、私は東京六大学の野球部員が独立リーグに進んでまで野球を続けるのは少し違うのではないかと思いますし、助言を頼まれるとそう答えてきました。繰り返しになりますが、清
清原選手が独立リーグに進めば2年後にプロから指名を受けるはずだと私は信じています。しかし彼が獲得した2つの勲章を胸に飾り慶応大学の学生として就職活動を行うのはそれ以上に価値があることではないかとも思うのです。いずれにしても清原選手が後悔のない決断を下せるよう願ってやみませんともコメントをしていました。清原翔吾選手の今後の進路に注目が集まりますが、最後に清原和博さんとモデルの秋さんら元夫婦の今後の距離感について少しお知らせしていきます。11月10日伝統の早慶戦で慶応大学の4番に座ったのはモデルの秋さんとプロ野球で活躍した清原和博さん、そしてその長男清原翔吾選手。当時最後の打席は空振り三振を喫し、慶応はライバル早稲田大学に勝利。清原翔吾選手は仲間たちと抱き合って大粒の涙を流した清原翔吾選手さんの引退試合となったその日の夜、秋さんは都内の焼き鳥店にいました。一緒にテーブルを囲んだのはつい数時間前に清原翔吾選手の勇姿を神宮球場のスタンドで見届けていた清原和博さんでした。翔吾さんが小学生の頃に所属していた野球チームの関係者と一緒だったようです。当時の思い出に話が弾んだようで、秋さんもとても楽しそうでした。食事は控えめな秋さんの一方、清原さんは豪快に焼き鳥を食べてハイボールを何杯も飲んでいたようですと居合わせた常連客は話しました。秋さんは清原和博さんと2000年に結婚し、2002年に翔吾さん、2005年に次男勝治さんに恵まれた。しかし現役引退後の2014年に清原和博さんの違法薬物使用疑惑が報じられ同年離婚。2016年に清原和博さんは覚醒剤取締法違反で逮捕されました。離婚後秋さんは仕事でも清原姓を名乗っていましたが、逮捕から間を置かずに秋として活動していくことを発表し、清原さんと完全に決別しました。モデルとして活動する傍ら自身のアパレルブランドを立ち上げるなど、一人で子供たちを育てていくことを決意したようでしたと当時の芸能関係者がコメントしています。しかし断絶していた秋さんと清原和博さんとの関係は野球に取り組む息子たちを通して徐々に変化していきました。清原さんが子供たちの野球の指導をすることもあり、徐々に秋さんと清原和博さんの関係はほぐれていったようですと秋さんの知人は証言しました。清原勝治さんが慶応高校野球部の一員として夏の甲子園で優勝を果たした際には、本誌女子セブンは秋さんと清原和博さん、清原勝治さんの3人で祝勝会に向かう様子を目撃し、清原翔吾さんの節目となったその日も元夫婦は時間を共にしているようです。退店時お酒が進んで千鳥足になっている清原和博さんの手を取って秋さんが支えるシーンもありましたと居合わせた常連客はコメントしています。現在秋さんは清原和博さんの実質的なマネジメント会社の代表を務めるなど、新たな形のパートナーとして活躍しています。薬物依存症やうつ病と戦っている清原和博さんを支えているのも秋さん。定期的に清原和博さんに連絡を入れて健康状態に気を配っているのでしょう。糖尿病を患ったことがある清原和博さんがアイスを食べたいとわがままを言ってダメとたしなめたこともあったそうですと秋さんの知人はコメントしています。いかがだったでしょうか。今回は清原翔吾選手の今後の進路について紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。